財布を乾燥した状態のブルガリア正教会の主教、ミトラをかぶり、剣杖を持っている。アルメニア首都教会のカトリコス総主教、ガレギン二世剣杖とは、正教会、東方諸教会の主教が、方針礼の際に用いる杖、ロシア語の中からジェイズルともジェイズルとも呼ばれる。十字架をいただいた T 字型のものや、民数機でモーセが、 旗竿の先に掲げた聖堂の蛇にちなんだ、蛇が十字架を中心に絡み合った衣装のものが使われる。行為の修道司祭である手のひら印も保持するが、形状が若干主教のものとは異なっている。羊飼いの用いる杖に由来するとされる。教区を率いる主教は牧者に例えられ、教区の信徒は羊に例えられ、剣杖は教区の信徒を守り導く主教の姿の象徴で、 あるとされる。新品機密において助成された新主教は、彩福はその生体礼儀中にすぐに与えられて身につけるが、剣杖については新品機密のあった生体礼儀の後に主教職の重みを説かれた後、初めて与えられる。新主教は剣杖を渡されてから神徒を祝福することができるようになる。主教の祝福が新徒の死牧と、 密接な結びつきを持っていることと、深い資料のうちに行われるものでなければならないことを表している。方針例中においては、主教が常に剣杖を持っているわけではなく、同役が主教に代わって持つように定められている場面が多い。ありがとうございます。